どうも皆さんこんにちは、アームレスリング俳優のハッセマンです。前回動画で有限会社ドリームチーム様から腹筋ローラーの進化版最強マシンスパイダーマッチョをプレゼントでいただいたんですけども、実はですねもう一つプレゼントが届いておりましたので、そちらを今日は開封していきたいと思います。今回はこちらの箱に入ってます。何なんでしょう、ちょっと薄いですけど開けてみましょう。おお、来ました。今回のマシンはこちらです。アームマッチョこれリストを鍛える器具だ。見たことありますよ僕。それのハードってやつですね。見た目がめっちゃかっこいいな。皆さんめっちゃ活かすでしょこれ。こんな感じでかっこいいですよね。首を強化するトレーニング器具ですね。グリップというか持ちまして、こういう向きの持ち方だったらこっちにね、こっちに、あ、サードだから結構きますよこれ。いいな。今動かしてるのはこういう動作ですね。アームレスラーでいったらこう髪の選手、いやすごい鍛えられるんじゃないですかねこう。で今度はこれ持ち方を今度逆にこういう風にこっちにする。こっち向きに持つと今度はこっち向きに持つと今度はこういう向き。これアームレスラーでいう釣りじゃないですか。釣り、大まかに言うとですけどね、釣りの動きをこうトレーニングできるという、これ素晴らしいですね。アームレスラー専門に作られたような感じの動き方はそっくりですね。いいですねこれ。これは鍛えられそうだな。もちろんアームレスラーに特化されたような器具だなって僕は思ったんですけど、他のリストを鍛えたり人とか野球だったり柔道だったりそういう人にもすごい効果的だと思うんですよ。しっかり握らないとこう入っていかないから握力もすごい鍛えられそうですね。で見た目軽いし持ち運びも簡単にできるので、普段仕事帰りとかでああ疲れたな今日は重い器具でリストカールリストトレーニングするのは億劫だなっていう人にはね、これがあったらああ疲れたな今日は重いダンベル、あそうだアームマッチョだったって言ったらもうねその辺に置いてあって、はいすぐやれちゃった。手に取ったらすぐできちゃうという手軽さもすごい魅力的ですねこのアームマッチョは。ドリームチーム様また素晴らしいプレゼントありがとうございます。で今回のこちらはハードで一番硬いデザインのやつなんですが、このようにレベルに合わせてね、アームマッチョイージー、アームマッチョソフト、アームマッチョミディアム、アームマッチョハードと力に合わせて4つのタイプがあるそうなので、一番ご自身に合ったアームマッチョを購入してみてはいかがでしょうか。せっかくこちらのハードを手に入れましたので、今日はこの後台本交流会がありまして、僕はやっぱりアームレスラーですのでやっぱり一般人の方よりこうリスト手首の強さは強いので、ちょっと楽々ハードでもやってるような感じに見えちゃうかもしれないので、これから全くアームを立てない役者の人たちにハードをやってもらおうかなと思います。では移動していきましょうか。来ました。これから台本交流会いつも通りお芝居の稽古をしていきます。で一番乗りのタイス、こちらのハードやってもらいたいなと思います。いきなり来た瞬間を出せるという、はいおおきつい。いやきついですか。きついっす。これ結構どこまで行くのかな。そうですね、その辺でちょうどいいと思います。きつい。で今度こういう風に持つと締める動きになるんですよねおお、あやっぱ意外にきついですね。きつい。で大志さんもその筋トレされてますから結構きついですね。一般の男性より力あるんですけどやっぱハードだとこれぐらいの強度ということで、ありがとうございます。はいありがとうございます。いやこれ太一さんでもそうですか。結構ねきつかったから全然腕とかやってないですからね。うんやばいっすねこれちょっと、うん、これハードっすよ。これはすごいっすよここでしかいけない。そこからきつくなりましたね。あそうですね。おおすごいっすね。でも前腕に効きますよ。あそうですね。うおすごいやばいなすごい。やっぱりハードは一般男性だとかなりきつい。そうですね。うわすごいなこれはいというわけで、運動している一般男性がやっても、このハードではかなりねきつかったようです。なので女性の場合はですね、この4段階あるうちの1つのイージーなんかを買ってね、手首の体操などやられてみてはいかがでしょうか。運動も何もしたいデスクワークをされている男性とかだったら、ソフトタイプなんかを買ってされてみてはいかがでしょうか。アームレスラーの方にはね、本当にこれおすすめです。こちらのアームマッチョも前回動画同様にスパイダーマッチョのホームページと一緒にアームマッチョのホームページも概要欄から載せてありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。では今回、有限会社ドリームチーム様からスパイダーマッチョとアームマッチョのプレゼントをいただいたわけなんですが、本当にね素晴らしいプレゼントをありがとうございます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。